なおもりミュージックチャンネル。じゃあ今日も頑張りましょう。頑張ります。今日も毎日やってるみたいな。はい。
こんにちは、森井奈緒です。今日は1ヶ月に1回の3チャンネルコラボなんですけれども、じゃあ私のお隣にいる女性がファミアンです。そしてこちらの男性が新山するです。はい、ということで2人ともありがとうございました。今日はエヴァンゲリオンメドレーということで、はい、どうでした？いや、めちゃくちゃなんか懐かしかった。懐かしいよね。まあ懐かしい、ね、どうやった？もう新世紀な感じでね、すごいいい感じでしたね。題名言うてるだけでした。そう、新世紀エヴァンゲリオンね、はい、私たちもドストライク世代なんで、はい、なのでね、どの曲も多分聴いたことある曲ばっかりやったかなっていうふうに思ったんですけど、あのアレンジ大変やったわ。お疲れ様でした。なんせ3本しかないからね。そうよ ね、 そうですね。あのただでさえ音が多いんですよ、この曲、うんうんうん、なのであの本当やったらトランペットで吹かへんところもめちゃくちゃ吹かなあかんっていう、吹きっぱなしっていう状態だったんですけれども、カレーで言ったらあれですよ、もうジャガイモと人参と水だけでカレーを作んなきゃいけないみたいなね。そんぐらいね、ルー、ね、そんぐらい大変ですからもうね。そうそうそう、ルーどこやねんっていうね。はい、でもまあルーね、なんとかねじ込んで、うん、はい、トランペットだけであの再現できたんじゃないかなと思います。はい、この動画が面白かったよっていう方は高評価ボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。この動画先ほども言ったんですけど、コラボ動画なので私たちね、いろいろ一緒にやってる動画が載りますので、ぜひねそちらの方も見ていただいたらなと思います。ということで皆さん、また次の動画でお会いしましょう。森井奈緒とマミヤンと宮山するでした。はい、じゃあね、皆さんバイバーイ。バイバーイ。ナオモリミュージックチャンネル。Hello everyone、 皆さんこんにちは、森井奈緒です。森井奈緒ミュージックチャンネルではトランペットレッスン、演奏動画、さまざまな音楽活動について配信しています。 No trumpet, no life。